はい、口の中の、あれキャラメルがなくなったからフジモンの、絵本紹介します。前にね、なんか絵本読んでっていうのをリクエストあったから、絵本がちゃんと読めるか読んでみましょう。でも第3話やからね、中途半端に3話からやけど、一応読んでみます。フジモン王とリリモン姫魔法の宙第3話。わかったわ。チュ。リリモン姫はフジモン王のほっぺにチューしました。フジモン王はすぐに元気になりました。このビームを受けてみー受けてみー。フジモン王の手からビームが出ました。怪獣はビームを受けるとごめんなさいと逃げていきました。フジモン王ありがとう。リリモン姫はフジモン王に抱きつかれました。めでたしめでたし。なんじゃそりゃしょうもないねくだらね。はい、ということで、1話から読む気にもならないはい、っていう、よくわからないフジモンの絵本でしたまあね、フジモンやからね。はい食ったらなはい、皆様、動画をわざわざ見ていただきまして、しょうもない動画でごめんなさいあっちゃん代わりに謝っときます。はい、ということでね、今度ね、ほんまになんか絵本読みます。何がいいんかわからへんし、子供ちゃんに昔買った絵本がね、片付けて出てくると思うから、その絵本読んでみたいと思います。はい、ではまたね。今回は、絵本にフジモン、メロンキャラメルの中に入ってたフジモンの、絵本を読んでみたっていうくだらない動画でした。お付き合いありがとうございました。ではまたね、バイバイ。